ん地域のお店をご紹介する店番。今回私がやってきたのは鯖江市のお蕎麦屋さん、食坊藤栄です。食坊藤栄は平成21年にオープン。店内には古美術商の免許を持っているというご主人が集めた骨董古美術コーナーも設けられています。もともと蕎麦打ち愛好家だったご主人は、定年後精一杯好きなことをしたいと蕎麦道場を兼ねた蕎麦屋を開きました。やっぱり小さい方からおじいちゃんおばあちゃん、お年寄りの方までゆっくりしてもらって、美味しいものを召し上がってもらいたいなと、そういうお店ですね。それからやっぱりいろんな方が来るんで、そのいろんなものを出してあげたいんだけど、なかなかねそうはいかないんだけど、その人たちの、要望に応えて、で麺も太かったり細かったりで柔らかかったり、その茹で方によってね違いますから、それなら目指していきたいなと思ってるんですよね。やっぱり皆さん楽しんでもらえるのが一番だと思うんで。食坊藤栄のここに注目。食坊藤栄ではそれぞれのメニューにつき、細い、並、平と3種類の麺を選ぶことができます。できる限りお客さんの好みで食べてもらいたいというご主人の思いが伝わりますね。ご主人が毎朝打つ 100% 福井県産のそば粉10、つなぎの小麦粉1の小市そばは、昔ながらの噛んで食べる越前そば。多彩なメニューの中からおすすめをいただきました。まずは越前おろしそばの並盛りにミニカツ丼のセット、波打ち麺でいただきました。すごい弾力があります。おそばの麺の噛んでるって感じがして、飲む直前ぐらいから結構強い香りがきます。そばのファッときます。そば好きにはかなりたまらないものがあると思います。ミニカツ丼のカツをいっちゃいたいと思います。柔らかくて、このサクサクもいいですね。少し甘いのがまた豚肉と合ってとても美味しいです。ギュッてなんか濃縮されてる感じ、旨味が。続いては特特盛りそば。昆布、岩塩昆布、カツオの3種類の出汁で食べることができる欲張りな一品です。こちらは細打ち麺でいただきます。まずはカツオの出汁でいただきます。さっきのもツルツルいけたんですけど、もっとツルツルいきますね。麺が細いですかね。お蕎麦の風味とカツオの風味のマッチしてる感じが、どんどこいけちゃいます。では岩塩昆布味食べてみたいと思います。これ軽いです。味が大人の味です。軽い分やっぱお蕎麦の味がとか風味が引き立ちますね。重たいものを食べた後とかお酒の後なんかにも締めですごく合うと思います。では昆布味食べてみたいと思います。もうすぐしっかりしてるのでちょっとだけでいいですね。つける部分が、つける部分が先の方だけだったので上の方にわさびを置いたんですけど、正解でした。わさびがピリッときて、それもお蕎麦を引き立ててくれて美味しかったです。まずこの量に驚きなのと、ファッと香る蕎麦の香りの瞬間がこの3つそれぞれに違ってきて、それも楽しむのも面白いです。食坊藤栄では蕎麦を食べるだけではなく、予約制で蕎麦打ちの体験も可能。全日本素人そば打ち名人3段の腕前を持つご主人が丁寧に教えてくれます。ぜひお気軽にお申し込みくださいね。小さいお子さんからお年寄りの方まで
皆さんいらしてください。待ってます。お待ちしてます。お願いします。